皆さんこんにちは、ラバーダックです。ファーミングシミュレーター22やっていきたいと思います。本日は11月の午前8時ですね。元気に成長していたひまわりがゾンビみたいな姿になってます。どうやらですね、収穫できる時期が来たようなので収穫していきたいと思います。でですね、収穫には収穫機とあと収穫したものを運ぶトレーラーが必要なので、ちょっと取りに行きたいと思います。で、こちらでまず取りに行きましょうか。これはね、トラクターはトレーラーを引くために使います。どこの視点だこれは。あ、こうか出発。ちょっとだけこうまた拡張しているので、見た目が変わっている部分もあるかなと思います。農場にね、よいしょ。では向かいましょうか。午前8時なんですけど結構暗いですよね。で、今回はですね、収穫のための機械はリースしています。まあね、買うよりどうせ収穫って1回だけなんで、借りちゃった方が安いかなということなので、私は借りますね。まあすごい大きなの買えるようになったら所有してもいいと思いますが、このね、まだちっちゃいのしか買えないですからね、それだったらリースの方がいいんじゃないかななんて思ってます。結構暗いですね、朝8時。もう11月だからかな。よいしょ、ゴトゴトと。すごい、こんな揺れるのかな。サスペンションがついてるはずだけどね、農地走るんだから。お、朝から徘徊してるご老人がいた。徘徊とか散歩だろうね。この先だよね、確か。なんか後ろ煽ってきてる車がいる。大丈夫か？ちょっと待って。どうよ。ダメだ。きちんと運転しましょう。ねえ、煽ってそこまで近づかないでください。交通ルールに従って運転してますからね。さあやってきました。ここ大きなのありますよね。はい、ハーベスター、収穫機です。で、こっちのトラクターの方はこれ赤いですね、収穫するための。ちょっとでかくないか。思ったよりでかいな。これは引けるのかな。ちょっと大きなの借りないといけないかもしれない。思ったよりでかかった。なんか購入の時の画面だとね、そんなに大きく見えなかったんですが、ちょっとやばいかも。これ引っ張らないかもしれない。よいしょ、ガチャンと。いける？あ、今引っ張れるよね、空だもんね。大丈夫かな、ちょっと心配だな。で、どうしよう。こっちは、あ、これを自分では引っ張っていかないで、こっちヘルパーさんに、よいしょ、引っ張っててもらいましょうか。ここでいいか、私の家まで。向きを設定してください。はい、 OK だね。で、私は降りますと。いってらっしゃい。で、私の方はこれを運転すると。すごいですね、ノーバー英会話スクールみたいな名前ですが。あ、至ってシンプル。あ、シンプルだね。さっきのトラクターの方が複雑かも。で、後ろに下がります。で、この巨大ななんかカッターみたいのを使って収穫していきます。かなりね、これちっちゃいんですよ。もっとでかいのがあるんですけど、あ、これはあれだ、運転が独特のやつだ。後ろのタイヤが動くんですよね。なのでちょっと独特の操作感があります。
船みたいな感じかな。よいしょ。で、ここまで近づいたら Q を押すと、はい、取り付けられると。なんだろうね面白い形だな。アトラクションみたいな、そんな感じです。朝の日差しが差し込んできました。8時半。もっとね、農場が大きくなると、これより全然大きなカッターがついた、収穫機が登場するんですが、まだこれぐらいの大きさで問題ないぐらいかなと思います。どうした、事故ってるよ事故ってるな。ちょっと待って、それダメでしょ。押してあげればいいかな。これでフランスはね、あんまり交通マナーがよろしくない国として有名らしいですけど、イタリアは意外といいと聞いたこともありますし、まあその国の人がね言ってるだけかもしれませんが。よいしょ。はい、頑張った。行ってくれ先に。あ、こっち曲がりたいの。ごめんね、じゃあ私が先に行きますよ。偽のアウディみたいなこの車の方はライセンスは取らないんですね。あ、ぶつかった。あー、ごめんなさい、今日の新聞ダメにしちゃった。で、さっきも言ったようにこれ運転が謎なんだ。どんな感じで動いてるかちょっと分かりにくいな。よいしょ、行きましょうか。ゴーって音がしてますが、あー、鹿が走ってきた。お、鹿が生産されてる何にもないところから鹿が突然こう現れるっていうのはちょっと面白い光景だね。登ってこっちからも行けるはず。なんか嫌がらせでしかないよね。まだ8時だもんね。こっちじゃないな、後ろだな。後ろというか左だな。よいしょ。あー、乗り上げるダメだな、操作感がね、やっぱ不思議だ。よし、言い訳かな。ごめんなさいね、朝からすいません。まだお休み中の方いたらごめんなさい。8時なんで、まあ起きてるんでしょうけど、8時9時前ですからね。大丈夫これ、頭こすったり。おほほほほほほほ、なかなかすごい光景だ。おはようございます。すごいね、お茶とか誘われそうよいしょ。なんか結局変な道行っただけだったね。35回チェストーナメントが行われる予定みたいですね。お、皆さん起きてゆっくり歩いてますね。おはようございます皆さん、今日も元気ですね。活気があんまりない街だけど登れるかな、ここは。頑張れ。こっちでいいんだよね。ちょっと地図見てないけど、あ、ヘルパーが仕事を完了しました。どうもお疲れ様。帰ってゆっくりね、休んでね。狭い、でもこの低速感いいかも。なんかね、ゆっくりしたが挙動、20キロぐらいしか出てないこの感じ。どうなんだろう、あの踏切通れるかな、そこが不安だ。
もうすぐ踏切だもんね。あ、紅葉してきて綺麗だな。ね。ちょっとあの車待ってから行こう。借りてるもんだからね、一応リースだから。リースはやっぱり個人にはあんまり馴染みないサブスクみたいなもんだけど、企業だとすごいたくさんいろんなものをリースしてますね。飛行機とかもそうですし、あと鉄道の車両もね、意外とリース多いんですよ。私鉄とかそんな感じですね。さあやってまいりました。あ、ずいぶんなんか大胆に止めてくれましたねじゃあ早速もう収穫しちゃおうか。ちょっと待って、でもあの車がちょっとだけ邪魔だね。よいしょ、行きます。ここのあのガレージを拡張しました。よいしょ、ハンドル切って、滑らして、よいしょ、この辺りで止めようかな。なんかこっち運転したと来た時は少しカクついてたけど、こっち運転してた時はそんなカクついてなかったよね、映像が。ってことはなんか個体差があるのかな、グラフィックにね。どうすき込んでいこう。手前から切るかな、こっちから行く。いやでもね、難しいかも。こう横から行こうか。看板ぶつけないように。んで、収穫機のスイッチを入れて、カッターを下ろしてオートクルーズをすると。OK？ OK、OK、OK。分かった、分かった。ではまずカッターを下ろそう。よいしょ。で次にスイッチを入れます。お、音が鳴り始めて、あー、きちんと回転してる、すごいね。で、ある程度こんな感貯められるんだと思います。で、たくさん溜まったら止まると、そんな感じかな多分。よし、では出発します。よいしょ。ああ、なんか最後のダンスを踊りながら収穫されていく。でちょっとオートクルーズに切り替えてみよう。ああ、結構速い速度で収穫できるんだ。今オートクルーズで時速10キロで収穫してます。ちょっと刃が右側1本開いちゃってるね。こうかな、傾けて、こうだね。おお、収穫してる、すごいねわおわお、今までひまわりだったものがゾンビに変わり、そして収穫されます。よいしょ。で一列目終わりと。この地形はちょっと難しいなどうなってる？ああ、綺麗にカットできたね。ちょっとね、周りに物置きすぎたなまあでもテクニカルな感じになっていいかもしれない。こうだね、運転の技術が問われる感じ。
悪くないね。こうな。OK。で、こうかな。これぐらいで。再び出発。よし、いいね、いいね、いい感じだ。時速10キロで収穫中。結構いい感じで収穫できてんじゃないかな。ねえ、楽しいね、これあのファーミングシミュレーターのレビュー、スチームで書いたんですけど、まあ、私はお掃除、シミュレーター系とか、まあ、いくつか持ってるんですけど、それにも似たような雰囲気がありますね、これ、このゲームは。なんか、こう、一列きれいに買っていくと、そこだけ、ね、あの変化が起こって、きれいな感じになるのが、私も好きですね、こういうの。よいしょ。どんどん買っていきましょう。ざーっと、ちょっと一列残しがちかな。こうフルにカッター使えるようにしよう。すごい。でちょっとずつあのスピードメーターの左側、メーターがゲージ溜まってると思うんですが、 13% って書いてます。これはこの中に取り込まれたひまわりの種の数、多分種取ってんでしょ。うん、よくはあの私のね、小学生の時の同級生の、アメリカ人の男の子が家でね、家招かれるといつもこの種食べてましたね、ひまわりのでその後の別荘に行った時もずっとね、車の中でひまわり食べてるんですよ。結構、まあ、関東のところまで車で3時間ぐらいかな、走らせてずっと食べてて、1キロのやつがその車内で全部なくなっちゃって背も大きかったな。2メーター近くお父さんはあったので、ひまわりの種食べるとでかくなるのかなと思った記憶があります。すごい、ちょっと慣れてきたんじゃない、こなれた感じがする。あー、剃り残した。よいしょ、こなれてきて。いいじゃん、いいじゃん。なんかあれですよね、ひげ剃りをする時みたいに似てますよね。まあ女性の方はちょっと分かりにくいかもしれませんが、ねえ、ひげ剃るのも結構楽しいですからね。理容師の方はひげ剃れますよね。あれもなんかひげ剃ってるの見ると、あ、いいなと思いますよね。なんかね、あのひげもじゃもじゃだったのをこう綺麗に刈っていくっていうのは、なんか人間にの本能に働きかけるような快感がありますよね。そこ2列残ってる2列というか5本ぐらい残ってるね。あれかもしれない、前回引いちゃったね、ひまわりの幽霊かもしれないフ9時47分、どんどん明るくなってる。結構このゲームも綺麗にね、時間の変化が出てきましたよね。昔私が13とか15の頃は、ね、時間経過とともになんかだんだんだんと影がこう移動していく、ちょっと不自然な感じがしましたが、今はそんなことなく、なんか自然に徐々に明るくなっていく感じがしますね。なんか若干画面のガラスのところスモークみたいのがかかりますが、あれかな、この
収穫する時の粉塵みたいなのが表現されてるのかな。で、煙みたいな湯気みたいなのがありますよね。この辺りから斜めってる。綺麗に収穫。もうプロじゃないこれ。この動き。ああいいね、なんかプロっぽくやってる感じがする。怒られるな、本当に農業やってる人。よいしょ。また剃り残しだ。あそこに養鶏場建てたんですよ。卵はちょっと溜まってますね。性格のが出てしまう感じがしますね。かわいそう。穏やかな感じで今運転しているように見えますが、前も言ったようにハンコンがね、反応してない部分があるんで、結構せわしなくこれハンドル切ってます。ちょうどいろは坂降りる時のバスの運転手さんぐらい、ハンドルを小刻みに動かしてますね。よし。皆さん学校でひまわりとか育てましたか？私は育てた記憶ないんですけど、ヘチマは学校で朝顔とヘチマかな、育てた記憶がありますね。なんかそこの自治体とか県によっても違うみたいですけど、うん、朝顔ね。1年生の時なんかキットみたいなの買いますよね。あれが人生で初めてキットを買う瞬間ですよね。なんかもうすべて鉢、プラスチック製の鉢とつる巻きつけるやつと、あと種が一緒に入っていて、それをね植えればすぐできるみたいな、なんか効率化されたシステムを初めて見たような気がします。その後ね 4,5 年生になると裁縫道具買うことになりますよね。お道具箱セットで、あれもまたねシステム化されてカタログで選んで、届くってやつですけど、皆さん何使ってましたか？私なんかね、正直いいのがなかったんで、ジェラシックパークのやつか、ルアーが何枚かこう並べられたやつで、迷ったんですけど、結局ねどれもいいと思わなかったんで、ルアーの並んでいるそんな裁縫道具買いましたね。あとお習字箱セットか、お習字箱セットと、あと彫刻刀セットもそういえば小学校で買えますよね。あれも業者儲かるだろうな。10時が過ぎていきました。あとどれぐらい、結構残ってるよねこれ。ほほほほほ、すごい、1日で終わるかこれ。よいしょ。
ちょっとヘルパーさん雇おうか。雇ってね、他のことしてみようか。よし、ヘルパーを雇って。いってらっしゃい。いい仕事してくれるよね。わあ、すごい。これ雑草みたいですね。雑草がいくつか生えるんで、農薬とか散布しといた方がいいみたいですが、なんか部分的にしか生えてないですね。さて、収穫期が止まりました。いっぱいになっちゃったみたいですね。なのでこれで向かいましょうか。結構すごいな、このトラクターに対して随分でかい。でも多分ね、引き切れるんじゃないかな。んで、餌を与える親鳥のようにこうくちばしをね出しています、横に。なのでそこに横付けしましょう。おお、ひまわりの種だ。結構たくさんザラ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 出てくる。 13% でも結構これも入るな。すごいね。ハムスター何匹分だろう。あ、いっぱい全部出したみたいな。半分ぐらいだ。結構容量には余裕があるね。で、これをどこかに預けることができる、つまりサイロに持っていくわけだが、どうやら私が買った土地っていうのは、まあ、この線路の向こう側も若干それな感じがするみたいで、なのでそこにねサイロがあるんで、もしかしたら私のものなのかもしれないってことで、ちょっと向かってみようか。ここね、ここも私の土地っぽいんだけど、このサイロ何が入ってんだろう。よいしょ。ここもちょっと手入れしてあげたいな。なんか生えてるだけって感じだもんね。ここね、よいしょ。荷卸できるんであれば、なんか荷卸は、あ、できるね。荷卸を開始。ちょっとずれてる。あー、どこに地面に吸い込まれてるよ。皆さん、よろしくしました。いた。あれ、なんだろう、水のタンかな。こっちのねえ、これは何なんだろう。何のタンク、これ何のタンクですか。開始。いやー、何か分かんないものを補給しちゃったら、なんだろうね、何なんだろう。ちょっと見てみようか。分かんないわ。あ、石灰か。これ石灰みたいですね。撒いてあげる、土壌の性質を改善するための石灰ですね。昔よく皇帝とかに撒いてたあれですよね。巻いてたとか、線引くときに使ったやつですよね。最近は石ではなくて、なんか鶏のあの殻みたいのを使ってるのが多いみたいですけどね。私はアレルギーがあるんで、あの石灰触るとね、なんか手がビリビリするんですよ。うん。まもなく終わりそうだから待機しとこう。
それともちょっと止まってあと一列でしょ、そしたらご苦労様お仕事終わりですとして、自分でお仕事しよう、最後のね一列はね。まもなく終わりだ。よし、うまいこといきました。かなり頑張ったんじゃないかな。よいしょ、あとはちょっと間の空いているところを買っていこう。で、一旦上げた方がスピード出るかな。そうだね。すごい汚れの表現が綺麗。汚れが綺麗とかなかなかない現象だよ。すごい、本当綺麗だな。よいしょ。ああ、なんかまだあった。あ、この黒いところまだ生えてんだ、一応。黒くなってるところはね。ここも刈り込んでいきます。そのあたりどうして刈り落としてんだろう。よし。こうだね。熟練の手によってひまわりは収穫されています。そこもかな、ここも。ああそうだ、目に見えない、大切なものは目に見えないんだ。ひまわりもね、すごいたくさんカラスがいる。で、こういうね、収穫した後に、ね、その残ったやつ、ちょっと収穫しきれなかったのとか、あの地面に落ちてるものとかを拾うのが落ち穂拾いっていうあの絵ですね。で、あれはね、あの人たちは正規のこう農家の人じゃなくて、そこの農家が収穫を終えたのをこう拾いに来てるっていう感じの貧しい人たちですね。で、これで自分で入れていこう。で、どれだ、パイプを出すは O か。これ全部か。 OK、 ご苦労様でした。ねえ、すごい汚れたね、汚れたね。ちょっとこれ返しに行こうか。返しに行くというか、収穫物を置いていこうか。よいしょ。これはでは返してしまいましょう。収穫お疲れ様でした。一応ね、リース品なので、返します。選択してね、ちょっと使いました、返却。はい、 OK。 あと2つですね。こちらはですね、どうしようかな。ちょっとせっかくね、あんな汚れてるんで洗ってから返しましょうかね。綺麗にしてから返却します。
で、停止と。ここね、ケルヒャー買ったんですよ、ケルヒャー。取れた。よし。で、これで、こうやっていくと。綺麗になってんの？あ、綺麗になってるね。すごい。あ、そんな長くはこう移動できないのね。ちょっとこれもね、汚れのこう洗う表現、こう綺麗にねこう洗えるようになってればよかったけど、ちょっとこれは次の作品に期待かな。綺麗になりました。すごい清々しい気分ですね。では売却というか返却しましょうか。返却、ありがとう、ありがとう、頼もしい友よ、また会おう。はい、ということで、綺麗さっぱり何もなくなりましたね。また次回ね、やっていけたらと思います。ラバーダックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。